こんにちは。主食はお米です。今回は、初心者向けの、バフ、デバフの子分の積み方、数値の上下率の考え方について、解説します。子分の積み方については、あくまでも、個人的な考え方が、多々、入っているので、参考程度に見ていただければ、幸いです。それでは、まずバフの方から説明します。マーリンのバフ基本値ですが、175になります。子分の付け方ですが、必ずしも、同じバフマークの、子分を付けなくても構いません。親分のスキル威力を上げるカードであれば、どんなカードでも OK です。違うスキルの子分を付けた時の、デメリットですが、若干ですが、デッキの HP と、防御力が減ります。でも、それ以上の、優秀な子分をつけた方が、それ以上、有効になってきます。まずは、どのように子分をつければ、どのくらい、数値が上がるのか、説明いたします。例えば、マーリンに、20% 子分を、3枚つけたことにします。本値、175に、20% 子分を3枚掛け算します。具体的な計算方法は、この計算方法で 3.024 となります。すなわち、バフが3上がることになります。例えば、20% 子分の1枚が 15% だった場合には、この計算方法で 2.898 となります。すなわち、バフが2しか上がらないこととなります。バフの場合には、小数点以下が、すべて切り捨てとなります。この考え方を考慮して子分を積みましょう。次にデバフを解説します。当のデバフ基本値はマイナス200。最近の子分は優秀なので、例えば子分を 30% 1枚 25% 2枚つけたとしましょう。その時の計算方法はこんな感じ。デバフがマイナス5下がります。マイナス 5? 実は、デバフの場合、小数点以下は、すべて、切り上げされることになります。例えば、子分を 25% 3枚付けた場合には、計算式はこんな感じ。バフが、マイナス4下がります。この考え方を基本に、子分を積むようにしましょう。最近のカードは、HP の残りで、基本値が上がったり、下がったりと、結構複雑な条件が、含まれていることが、多々あります。スキルをよく理解し、子分をつけていきましょう。ここで、一つ問題点が、個人的には、有給ぐらいまでは、良いかと思いますが、神級以上については、合体カードと、優先して合体してしまうので、一般的には、合体と合体しないように、子分を積みます。合体カードと、合体しない子分は、いろいろありますが、一般的には、ヤタの、鏡、ストレート以上で、合体と合体しなくなり、親分の、スキル発動を、2回します。このカードは、メダル交換所で、1枚だけ交換することができます。鏡、1枚だけで、合体回避できるので、好きな子分を、他2枚付けれますが、ここで注意点が一つ。親分へのスキル倍率が、通常は、0.8 倍、コロシアムは 0.6 倍となっているので、それを考慮して計算しなければ、なりません。次に、デュランとダークマター。デュランは、デュエルマッチでの、メダル交換所で、ダークマターと、その他は、シャレダンの覚醒の君主で、ドロップするので、12枚集めるまで、周回しなければなりません。デュランと、ダークマターは、固定で、フェイザーガンとハドロンポッドのどちらかを、子分として装備します。おすすめは、フェイザーガンになります。
なので、子分は、この3枚で埋まってしまいますが、絶対に、合体と合体しなくなります。その他に、今は手に入りませんが、妖帝トールと、宴会用タスキ。これを子分につけると、合体しなくなります。子分枠が一つ枠ので、1枚だけ、有効な子分をつけることができます。2018年、2019年の正月に、取得できたカードで、もしかしたら、2020年の正月にも、取得できるかもしれません。その他に、先日開催された、ドラコギグ2019で、手に入った、魔導士家族と、AC フィギュア。この2枚の組み合わせで、合体しなくなります。この組み合わせも、子分枠が1つ空きます。そして、合体回避で、一番強烈なのが、古代魔導士になります。このカードは、タワーダンジョンにて、64回以上から、ランダムで出現し、倒すと、カードとして取得できます。古代魔導士は、子分で使用すると、威力 20% アップの上に、合体を回避するという、上級者にならないと、なかなか手に入らないカードになります。このカード1枚で、合体しなくなるので、当然子分枠が2つ空くことになります。その他に、合体確率を下げるカードは、たくさんありますが、一つ勘違いする可能性がある注意点が。例えば振袖ミクルは、確率 33% で、合体カードと合体しません。このカードを3枚積んだ場合の、合体回避確率は 99% には、ならないので、注意が必要です。考え方として、確率 33% を、3回抽選していることになります。なので、回避確率は、こんな感じになり、約 70% で、合体を回避することになります。今回は、バフ、デバフでの、子分の積み方について、説明しましたが、回復カードも大体、同じ考え方になります。説明が、あまり上手ではなかったので、ただわからない部分は、あると思いますが、コメントを入れていただければ、わかる範囲で、回答いたします。ご視聴、ありがとうございました。